7月30日、現地時間、米国ユタ州で開催された UFC291 のプレリミナリー第1試合、女子フライ級で腕十字による一本勝ちを果たしたミランダ・マーベリック。コメ、だが、対戦相手がグラウンドでマーベリックのトップスをまくり上げ、胸を露出させる反則をしたとして非難、試合中の減点を望んでいる。胸は一瞬だがは抱けてしまい、マーベリックは世界中の人に見られてしまった、と嘆いている。動画、フォト、相手がトップスに指を突っ込み、まくり上げる瞬間 UFC4 勝3敗のマーベリックの相手は、UFC4 勝4敗で2連勝中のプリシラ・カショエーラ、ブラジル。UFC 女子フライ級最速 KO 勝利も挙げている強打者だ。問題のシーンは 3R、マーベリックがカショエーラをテイクダウンし、上から押さえ込むと、カショエーラの指がマーベリックのトップスの下に潜り込んだ。恋か、もつれたのか定かではないが、カショエーラの指は何度もトップスを首方向へまくり上げようとしており、胸が露出してしまった瞬間もあった。その後、マーベリックは腕を取り、なんとかアームバーで一本勝ち。マーベリックは会見で胸がは抱けた瞬間に触れ、世界中の人が見なかったことを願っていますが、おそらく見ていたでしょう。これは戦いのリスクで、減点になるべきだと思います、と主張した。また他にも、カショエーラが試合中にずっと指を伸ばしており、アイポークを狙っていたこと、ケージを掴んでいたことも非難した。実は、カショエーラには前科があり、21年12月にはリアネーキッドチョークで極められる寸前、相手の眼下に親指を何度も突っ込み、批判されていた。マーベリックはスタンドでは、アイポークなどの反則に気をつけながら臨んでいたと語ったが、密着するグラウンド戦では防げなかったようだ。反則の瞬間がアップされた動画には、これは意図的なもの、私にはアクシデントのように見える、と、意図的、歯が多いものの、偶然という意見もある。また、女性ファイターにはリスク、という声もあり、マーベリック自身が言っているように、このリスクについて反則基準が必要になるのかもしれない。